ここでですね、次回の明日のメンバーのメンバーさんへの宿題を出したいと思います。おお明日の配信はですね、4期生の早川せひろちゃんです。バーバーパチパチパチ。そうなんですね。お、宿題ですって。どうしよう、なんかあります？せいら、あ、入れちゃった、すみません。宿題、皆さんにしてほしいことあります？せいら、せいらちゃんに。はんなり勝利。そう、せいらの特技ってなんだろう。はんなり、はんなりって言っていいのかな、わかんない。でもよく自己紹介とかではんなりしてらっしゃるから、やっぱりはんなりしてほしいですよね。うーん、はんなりそう、どうしよう、何がいいですか？皆さん何かおすすめ教えてください。はぁ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 、ズッキュン。もうちょっと、もうちょっとちょっと難しいのやってもらっていいな。はんなりで告白、いい、いいですね、それ。はんなり、やっぱはんなりしてもらいたいのよ、セイラちゃんには。あ、カラス、そうだ、カラスのモノマネが得意だよね、セイラちゃん。はんなりとカラスどっちにしようかな。はんなり、はんなりかな。はんなりで告白、良いですね。ではそうしたい、したいと思います。セイラちゃんとか見ちゃって、私普段セイラのことセイラって呼んでる。セイラへハート。はんなりで告白、そう、はんなり告白、はんなり、はんなり、はんなり告白って伝わるかな、伝わるかな。伝わりますね、はんなり告白。してください。敬語にしちゃった。同期なのに。してください。ハート、ハート、ハート。みおよりハート。ハートがいっぱい。わー、はんなり。はんなり告白してください。ハタハタハタ。え、難しいかな、日本語だって。みじむじやだ、ニコ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 、あ、ニコニコ書いとこう。ニコニコって重役語の、なんと言えばいいか、ちょっと広めてる言葉なんですけど、ニコニコ、皆さんも使ってくださいね。今4期生に広めてるんですけど、なかなか広まらないですね。あ、ニコニコ書いてくださってる、ありがとうございます。ハッピーニコ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 。そんなわけで、セイラへハートニコニコ、はんなり告白してください。ハートハートハート。ミオよりハート。あ、みんな、みんなニコニコしてくださってありがとうございます。そんな感じでよろしくお願いします。セイラちゃんハートニコニコ。じゃあいいや、この辺で。まず前回の配信メンバーからの宿題トークをしていきたいと思います。じゃん、ヤクボからこんな感じで、はんなり告白してくださいってきました。やるか。でもちょっと難しいな。はんなり告白ってどんな感じなんやろ。あんたのことめっちゃ好きやで。こんな感じかな。うん。はんなり。あ。さらっと言ったな。言っちゃった。はい。